し代とか。そんなケチじゃなくない？割り勘とかしたことないよ。全然ケチじゃないでしょ。ワンニャンスクラッチ行くわ。これ金払いいって言われるわ。左の赤枠の中は全て削ってください。ラッキーマークに出た同じ絵柄がどこかに1個出れば当たりで、その左側に書かれた金額が当選金となります。でこれは野球ボールだから、これはね野球ボールだから、野球ボール、野球ボールが出ればいいんだわ。出たわ。で左に出た金額が当選金となるから、これもう30万って書いてあったらもう30万、これすごいんじゃない？これさ揃ってて金額書いてないパターンあるかな？これはね図柄が書いてないからどれでもいいんだよ。揃えば猫関係ないんだよ。200円、雑魚いわ。外れ。サクサクいくぞ。毛糸外れ。猫がいいんじゃない？カバン、カバン当たった。カバン何等だ？ボール200円だった。いくらや？200円かよ。あ、場所で値段決まってる？ここはダメってこと？外れ。ボールは弱い。外れ。当たった。200円だわ。200円しか当たんねえじゃん。当たってないわ。ドブに捨ててるんだってとか言ってるやつは、じゃあおみくじすらするなよ。あんなのもドブだろ言い出したら無駄なお金。何もやるなよ。分かった。何でも無駄無駄だ。そんなこと言ったら。アイテムもドブに捨てるようなもの、お前は一生かけても俺みたいなアイテム飛ばないから、俺が配信にねアイテムのお金を使う意味すら分かんないだろうね。分かんなくていいよ。みんなってさ自分のお金の使い方ぐちぐち言われたくないよな。自分が稼いだお金って好きに使いたくない？だってさ人によって趣味も違うじゃん。人によって趣味違くてさ、それは共感してもらえない使い方だってたくさんあるわけじゃん。そんなことぐちぐち言うぐらいだったらね、自分でそんなことやらなきゃいいだけじゃん。俺に押し付けてくるなよ。貧乏なやつの金銭感覚をね俺に押し付けるな。
600円しか当たんなかった。俺が自分で配信で稼いだお金何に使ってたっていいんだよ。お前が働いて稼いだ金、俺が配信で働いて稼いだ金だわ。やばくないこいつ。リスナーの金だと思ってるの？じゃあお前会社員だったら会社の金じゃん。お前給料もらってても会社のお金じゃん。やばいね本当。頭おかしいんじゃない本当。リスナーの金とか言ってるやつ。じゃあお前仕事してたらお前会社の金じゃんバカ。一緒のこと言ってるんだぞ。これは一等風船が斜め縦横揃えば100万円です。外れ。正論は楽して。じゃあお前同じことやれるの？てめえ同じことやれるの？俺と楽とか言ってるんだったらお前やれるの？仕事辞めて一か八か人生かけてやれるの？やれないだろお前。一生工場で働いとけや。どんや声もでかくなるよ。あーそば当たらんやんけ。全然当たらんやんけ。こういう時に持ってる男は引き当てないと。マジでやばい。5000円ぐらいは出たいけどな、せめて。あーリーチ、何でもそうなんだよね。ギャンブルもそう、競馬スロットも。いや工場被害者じゃなくて工場勤務のやつがね、俺のお金の使い道をどうのこうの自分の金銭感覚を押し付けるなってこと。言ってること分かる？工場で働いてるやつが悪いって言ってるわけじゃない。工場勤務の金銭感覚を俺に押し付けないでねって言ってる。工場勤務めちゃくちゃいるじゃん。すいませんね本当に、めちゃくちゃいるんだけど。仕事しろよちゃんと、残業しろよ。いや向きになるの絶対工場勤務でしょ。あオーロラダンス、ここなんかオーロラくださいって言ってたアイテム飛ぶな。やっぱみんなイベント嫌い？イベント。おにぎり、あおにぎり来た。200円だわ。あ工場長はまあすごいんじゃない？ちょっと、うん、主任とかね。
工場勤務しながら聞いてんだからバカにされるんだよ。あのさ、片手間で仕事するのやめようよ。仕事は仕事、ちゃんとやろう。マジで調子悪い。いくら800円しか当たんないわ。大本命行くか。雪の結晶ありがとう。どんな職業の俺バカにしてん、バカにされてるの。まず前提に、こんなね宝くじとスクラッチに1万6000円も使ってバカだなってバカにされてるからバカにしてるんだよ。俺からバカにすることってほぼほぼないからね。左の赤枠の中スタートが削って、矢印の通りに削ってください。同じ絵柄が3個連続で出れば当たり。また名古屋帰るの？うん、帰るよ。同じ図柄が外れだな。もうちょっと200円当たらない？これ、こういうのってもうちょっと当たらなかったっけ？もうやめな、黙れ萌え。口出すな。当たった、200円だ。今1000円当たった。1万6000円買って1000円。全然当たんないな。当たる気しないよなスクラッチって。俺思うのはね、スクラッチって一番無駄だと思う。あのロト6とかビッグとかね、そういう方がまだ夢がない。で萌えってバカだよね。やめなよって、もう買っちゃってるのを今更やめろっていうバカね。じゃあこれやらずにやめろってこと？本当に頭悪いよね。いちいちコメント拾ってあげるけど。じゃあなんでやるの？ペヤングだってそうじゃん、バカじゃん。あんな大食いしてさ、辛い辛いとか言ってもう食べれないとか言ってバカじゃん。でも配信だからやるんだろ。そんなこと言ったら配信者バカみたいなことしかやってないだろ。バカバカみたいなことをやるのが配信じゃん。こんなことしないよね。1万6000円もみんなやる？みんながやらないことやるんだよ。みんながやらないことを配信でやるから意味があるんだって。一般的な人がやらないことをやってるから見る人がいるんじゃないの。分かった？分かったら分かったって言っても、俺もやりたいんだよ。説明ばっかしたくないんだよ。分かった？はい。なんで俺がこんなくだらないことをやってるかって。あ、もう100万当たっても10万プレゼントしない、うん、うるさい。あー外れた。恥ずかしくないの？それはもう配信始めて1年ぐらいでもう恥ずかしさはない。あのレーサーが車に乗ってハンドル握ると人間が変わるのと一緒。
俺も陰キャがね配信ボタンを押した瞬間に人が変わる。ああもう全然当たらんやんけ。うっせえ早く削れよとか言ってると自分で今から宝くじ屋行ってスクラッチやってこいよ。俺の枠で俺が好きなことやるんだわ。お前ごときのためにお前のペースに合わせる必要ないんだよ。お前みたいな無能一人のためにね急いで削る必要ってないんだよ。俺がね2枚同時に削ろうが俺の勝手なんだって誰にも文句言わせないからね。ちゃっちゃやれよってそんなに100万当たった時の10万円が欲しいの？そんなにせかせるのはなんで？楽しいの？楽しんでるの？そんなに早く削ってほしい？あー2枚削り無理だわ。